い感じ。今までのパパにしたら最高じゃない？うん、最高レベルかもしんない。めっちゃ大変だよこれ。疲れるねこれ。パパはそこで諦めたらさ、パパそこまでの男だったってことだよね。パパそんなもんだぞやば、自分に認めるんかい。プリヒメが始まるよ。最後まで見てね。うるさん、ごきげんよ、人形。今日は、はい、今日は自分のそれぞれの推しキャラをこの木の人形に描いていきたいと思います。はい、こちらね、可動域が結構ある人形です。ぐるぐる腕も回ります。こちらの人形ね、細長いじゃん。はい、こちらカラーペンがありますね。はい、この何も描いていない人形、これにペイントしてね、自分の推しキャラを作ってください。まず推しキャラっていうか何描く？何描くよ自分の好きなキャラ何でもいいよ。ひめちゃん、僕何描きますか？私の中での今の流行りは、うん、今の流行りっていうかめちゃくちゃ大好きなアニメは、うん、ジョジョなの、うん、でその次ハズミンホテルなの。うん、僕どうする？チーカワ楽なんじゃない？真っ白にして顔描けば。キモくないこの体で。スキミニトイレ。チーカワじゃないじゃん。チーデカブスじゃん。スキミニトイレ。スキミニトイレ？のカメラマン。ああいいかも。スーツとかこの黒い。いいじゃんいいじゃん。で、ここは何人間だ？体人間だもんね。人間って言ったね。そう。どうしよう。俺どうしよう。キキララ描く？なんで？なんかない？好きなキャラじゃないじゃん。そのさ、なんか足が短い系無理じゃない？なんか、うん、めっちゃむずい。だってさ、これ何もこの描けた状態じゃん。服も着てない状態でこれで表現するんでしょ。めっちゃむずいぞ。多くなんか考えてますよ。ちょっといろんな、ちょっとみんなそれぞれね、キャラを調べてみましょう。確かに。どうしよう。ドラえもん？ドラゴンボール？私描き多いにする。歌教員ね、別にあの好きなキャラだけ推しキャラではないけど、あれだ、呪いの人形だ、魂抜かれる。うん、そうでしょ。ママーママーのとこ、ダービーの。そうだよ。あ、この天才だ俺。何？もう体に合ってるもん。ここの腰回りさ、全部黒に塗ってさ、ここの上白に塗ったら。あーいいね、いけるじゃん。じゃパパもちょっと完璧かも。サイレンヘッド。あ、でも娘サイレンどうすんの？つけたいね。ダンボールとかで作ったら体はさ、まあいい感じだけどさ。リアルサイレンヘッドも昔やったしね。うん、ここじゃあ私もさ、早速書いていっていい？あれ痛かった体。いや、ここにダンボールとかをドゥンドゥンってつけたら、つけちゃう、はい、うん、いいよいいよ、どうぞどうぞ。どうしよう、体的にはサイレンヘッドなんだよね。あ、天才ピクミン。赤だけでブワーって。体全然違くない？もうちっちゃいキャラじゃん、だから。あ、わかった。あもううるさい。あうるさい。あのね、進撃の巨人のあの 50m のやつ。あー、50m 級。そう、巨人。どうよ、あれ、なんだっけ名前。ベクトルとかなんか。ベルトルト。あ、ベ、そうか。ベクトル誰？そんな感じ、そんな感じ。いないわ、そんな。あ、50m 級の巨人描くわ。あれ、けど、筋肉むずいよね。50m 級大型巨人。そう、むずくないよ、見ながら描くだけ。私ちょっとさ、結構ガチって描いていい？いいよ、もうガチって、マジで。よし、じゃあパパは進撃の巨人の 50m の巨人を描きます。オー君は、はい、ラージスピーカーマン、はい、を描きます。私は歌教員のりあきの魂抜かれた呪いの人形を描いていきます。オー君も直塗りだよ。強くない？だってもう下の部分黒いズボン履いて、その白いなんていうんだ、シャツ、うん、着て、で頭のスピーカー描けばいいだけだもん。パパこれめっちゃむずくないか？細かすぎないか？丸一日かかる系 YouTuber？ うまい。ちょっと待って、これ赤ないぞ。ある？黒ペンいいっすか？え、白は？白落とし。ああ、ある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 、いいねいいねいいね、うん、どうしよう、これボールペンあった方がいいのかな。適当にボールペン取っていいよ。でもちゃんと戻してよ、終わった後。私いつも戻ってこないの、パパに変化したら。じゃあこれパパのじゃん、これ。
パパのお気に入り。違うよ、パパが私に使っていいよって言ったやつを入れてるだけだよ。あ、そうなんだ。なんでそれ忘れてるの。ダメだ。あ、ダメ。え、ね、どういうこと。今の使うよ、今の使うよ。めっちゃムカついた今。なになになに、超絶イラついた今。なんでムカつくの。わかんない。いや、顔に降ってきたかもしれない。大丈夫、痛かった。うん、大丈夫、痛かった。パパと一緒じゃん。言うこと面白い。なんか丸いからさ、これね、書きにくいよね。グリーンってなる、グリーンって。あ、いいじゃんパパ。え、結構うまい。ちょっとやめて、褒めないで。いや、あの今までのパパの書いた作品の中で一番うまい可能性あるよこれ。いや、あのね、パパ結構実はね、絵うまいんだぞ。何、実はって隠してたみたいに言わないで。そう、隠してたのよ。隠す必要ない。よく言うじゃん、あの脳あるパパは爪隠す。そう、あー疲れた。絵描くのって大変だね。そう、もう黒く塗るだけだから。イージー系ユーチューバー。ちょっとこれ、うん、あの、え、うわ、ちょっと見せて見せて。すごい。怖っ。うわ、すうめ。かかせ。お前黒く塗ってるだけだから。ほら、これ、あの、チョイスが悪くない俺。そう、うん、めっちゃむずいんだけど。書き応えありそうだけど。え、書き応えありそうだけど、めっちゃだるいよ。邪魔になる。後ろどうなってんだ、ベルトルトの顔。後ろ見たら出てくんじゃない。まあいいか。え。じゃあもしかして正面だけで、なんだっけ、リンボッチャマくんだっけ。そうそうそう。途中経過。あ、いいじゃん。おー、すごい、どこまで描いてる。こんな感じです。ベルトルト多く、なんか足黒く塗ってるだけ。めっちゃ変だよこれ。疲れるねこれ。うん、むっつ、めっちゃ楽しい。へぇ、疲れた。お、めっちゃいいかも俺。え、いくよ。うん、わぁ、めっちゃっぽい。え、どうしよう、オファー来たら忙しくなる。何の。進撃の巨人の絶対来ないから。アシスタントオファーが。どうしよう、 120% 来ないから大丈夫。来ないよね。うん、なんかそんな甘くないじゃん。書きより結構同じ色多いからさ、嬉しい。書きやすいから。いいな、緑と赤が多いもん。緑と赤ばっかじゃないのか。疲れた。めっちゃ描きやすい。なんか色塗ってきたら、なんかぽくなってきた。見て見て。うん、ねえ、なんかめっちゃ上手くないかこれ。いい感じ。今までのパパにしたら最高じゃない。うん、最高レベルかもしんない。ちょっと本気で出してるからね、パパ結構絵上手いからね実は。これ自分で言うの。え、ほんとほんと、あの隠してたけどさ。くそ。むずい、むずすぎる、もう疲れた。見て、綺麗じゃない。ちゃんとやってるんだよ俺。うん、めっちゃ綺麗じゃない。すごい。俺も良くないかこれで。めちゃくちゃいい。え、見せて。うえーって。もう疲れたよ俺。ふゆちゃん、もういいっすか。早くない。もう疲れました。俺も疲れてきた。もう2時間ぐらいやったぞ。え、違うよ、30分ぐらいしか経ってないよ。30分も経ってないでしょ。20分。パパダメだよ、途中で投げ出すのは。途中でキャラ変していい。どういうこと、どういうこと。あの、それも下半身、例えばさ、一色だけとかのキャラ。誰。アリエル。なんで一色じゃないじゃん。鱗描かないといけないよ、一つずつ。え、無理じゃん。余計むずくなるよ。じゃあ、スキビディトイレの黒。黒って何、奥だと被るじゃん。あの、パパちょっと面倒くさくなってきたと思ってるでしょ。うん、そんなことないよ。ねえ、おくん。いや、さっき言ってたじゃん。
なんて言ってた？めんどくさいって。もう2時間ぐらい出てよりって。でもさ、パパはそこで諦めたらさ、パパそこまでの男だったってことだよね。ほぼそんなもんだぞ。やば、自分で認めるんかい。やば、ダメじゃん。ちょっと休憩、あの、リンクがここにちょっと薄くなってきたから、今下に食べてる。オッケー、なるほどね。それ諦めるうちに入らないから大丈夫でしょ。それ書くたび必要なことだからでしょ。パパもちょっと睡眠が必要だから。いっぱい寝たじゃん今日。確かに。私も今日めっちゃ寝たよ。姉ちゃんたち、もう6時半ぐらいの起きたからね。最高だね。ね、パパね。私に話を振るのか。よし、結構ね、できましたよ。見て、すげえ、うまっ。もうこれで書き終えってわかるよね、これだけで。わかる。うまくない？ツルツル具合の。えっ、僕ツルツルじゃんこれ。でしょ、切れすぎじゃない？ツルツル具合の。なんか俺、集中してるんだ。これぐらいやんないと。削ったってぐらいツルツルなんだけど、見た目。でしょ、削ったよね。うん、こういうのね、結構ね、無視されてんの、キュー。パパ？うん。パパが無視されるのって面白いって。いや、うん、私も結構パパ無視するの好きだよ。それは、それは結構好き。いじめ、大人をいじめて楽しいか。なんか私ってまっすぐの線描けないんだよね。俺も絶対途中で曲がってくるもん。Me too。あと丸も綺麗に描けない。 Me too。 逆にさ、ね、丸ってさ、なんか丁寧に描くほどさ、なんか下手じゃない。ミスったさ、足グリーンになってなんかいつにヒューンって描いた方が綺麗。ね、わかるわかる。あれ、スイカっていつが旬？夏だよ。うん、地域によるえ、大体夏じゃないの？地域による。え、夏じゃないの大体は。絶対大体夏だけど、地域による。もう早いところは5月台から出てくるぞ。5、6、7、8、9あるかな。うん、今年は金色らを大量に食べます。目標20杯。え、どこ行くのパパ。え、いやちょっと足滑りだから。はぁ、で、一回行くよ。これ行くよ。ここオンオフするだけ行くよ。ほら、オンオフしただけ。ちょっとお水飲んでくる。足帰ってきてよ。うん、いや、足痛いから、ちょっと。いや、ここで足伸ばせばいいじゃん。すぐ伸ばせるじゃん。洗濯物も干さないといけないんだよ。ああ、いや、これでいいと思う、足袋。うん、ほんと？うん、ツルツルじゃん。どうですか？二人とも。うわ、姫ちゃんすっげえ。え、うまっ。姫ちゃんうまっ。うん、俺ツルツルしてるから。なんか臭っ、ここ。せんべん、くっす。なんかキュウリみたいな匂いする。いや、そんなことはないけど、緑だから雪キュウリっぽく感じる。そう、にやかに見てキュウリっぽい。ほら、キュウリっぽくない？なんかもうわかんない。よし、パパも頑張るぞ。もう少しだからね、パパも頑張るぞ。起きる、もう少しやな。もうできるよ。頑張るぞって。面白かった。頑張るぞ、ママも。よし、頑張るぞ。で、ズボンさ、ここまででいいと思う？思う。うん。で、そこから上シャツでしょ。ねえ、シャツどれ？白ないの？そんなものうちにはないよ。え、こっち白ない？これ？なんかさ、白さ、全然違うんだけど。どんな色だった？これ。これじゃん。あと白だ。塗らなければいいんじゃない？線だけ描いて。そう、パパみたいに。うん。塗らなければいいよ。ね。そう、パパみたいに。うざい。え、ペンどれ？これか。酔っ払いのおじさんみたいじゃん。あ、シャーペン必要か。え、ペンどれ？シャーペンどれ？鉛筆あるよ。鉛筆書きやすいよ。ね、思ったんだけどさ、パパってさ、お酒全然飲まないじゃん。うん、酔っ払ったら、なんか人によってさ違うじゃん。なんかめっちゃ笑ったりとか怒ったりとか泣いたりとか。いっぱい喋ったりとか。そう。パパってどういうの系になるんだろうって。寝るんだよ。前やったじゃん。あ、そっか。やられたじゃん。パパあれ弱すぎるから寝るんじゃん。え、消しゴムない？何も知らないよ。
ぶっあーあーあベルトルトうるさー結局ちょっといっぱい今の言い方もう待って危なっミスちょっと何がなんでなんでなんでどうしたのここから広げていけばいいじゃん大きいネクタイにしたらいいじゃんじゃあさ、線で囲ったらいいじゃん、こういうペンこれ思ったんだけどさ、奥ってさなんかちょっとの失敗したらさ、めっちゃ泣かないっす昔からあーってなるよねわかるパパあんまならないよねうんまあいいやってなるほどそう、それをまた利用するから生かすよ私半々かもパパ結構生かすよねうんなんとかできたなんかペッパペッパダメえペッパってダメペッパうるさいなんかペッパってめっちゃ間抜けじゃないこれペッパだよペッパってやばくない超間抜け頭俺ふめちゃん道具のペッパだよなんか頭めっちゃ悪そう私完成したかもお教員のりやきの魂抜けちゃった人形カゼおおえ、見せて見せてめっちゃうまくないおおうまっ絶対手緑でしょ見せてなんかここは何これ顔うんえ、これはこれって書いていいのうんあ、手もちゃんと書いてる制服のボタン部分も、うん、顔見てこれ書き上げ基本的に簡単っていうかさ塗るとこがえ、いいな細かくなかったから俺やばくないこれ筋肉やばそうちょっともうちょっと筋肉かかったなかったおーくんもできたあど我が名は書き上げのりやち我が友人アブドゥルの無念のために左にいる友人ポルナリルの妹の魂の安らぎのために死をもって償わせてやるうん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 キモすぎやなんか言ってたやっぱ今体の筋肉調べてたよ何言ってんの笑いすぎたらここの頸動脈が痛くなった頸動脈から穴開いて血吹き出そうになった病気になるよそれくしゃー頸動脈汁ぶっしゃーこれでいいと思うなになになにこれのこれでいいと思うなんなんか口だね俺いいよいいよ僕なりに書いたらいいじゃん俺地味より血ない私完成して暇なので応援しつつ暇なのでスマホいじって待ちたいと思いますはいです待って私が一番最初に終わるの初めてもしかしてこういう作品作り系でね、うん、パパチョイス悪かっただけようん俺下手なだけ誰もフォローしてあげないのかわいそう僕うまいよちゃんと黒く塗るのうまいよちゃんと黒く塗るのってこの表現良くない足肉だ筋肉だ筋肉んだどうですかベルトルトえ、待って完成完成させてくださいちょっと後ろは何も変えてないよもう体力の限界けどいい感じじゃない、うん、結構パパにしてはめっちゃうまいと思うなかなかやるっしょ、うん、本当はね本気もっと出したかったんだけどさ今日はこれぐらいに勘弁していてやろうかなと思ってはい、ベルトルト完成です疲れたやばいこれめっちゃ疲れるじゃああとはねもう姫ちゃんはもう携帯変わってさオウ君は下向いて集中してて携帯ってさちょっとねオウ君完成するのを待ちたいと思いますオウ君完成しましたどうぞ枠を見せてください。ユキのトトビヤ先生。ね超下手になった。ねめっちゃ下手になった。はい。王くんが作ってくれたのはどうぞ。ラージスピーカーマン。
めっちゃ下手。見せてやって。おお。めっちゃ下手。珍しいですね。ウォーズマンですよね。じゃない、ラージスピーカーマン。ウォーズマンもむっついぞ。あ、ラージスピーカーマンですよね。いいね。あ、スピーカーになってる。オー君顔ほら、なんか丸いから無理。しかもオー君黒く塗るのさ、上手じゃん。うん、スピーカー無理。黒く塗るのから上手じゃん。しかもさ、オー君この金属の部分、棒の部分、うん、まで塗ってるね。全部塗ってるよ、ほらね。ね、うん、後ろもちゃんと塗ってるし、うん、このなんか後ろほら全然塗ってないじゃん。うん、ありがてよ。そうだもう体力の限界です。3体並べたらこんな感じです。はぁ、あ、頑張った。超頑張った。キメちゃんなんかめっちゃいいな。うまっ。オークもいいね。オークもわかるよ、スピーカーマンじゃん、めっちゃね。なになになに。我が名は歌教員のりやき。我が友人アブドゥルの無念のために、左にいる友人ポルナレフの妹の魂の安らぎのために死を持って償わせてやる。エメラルドスプラッシュ。おくんはスピーカーマンはどういう攻撃するの？あの、この頭からサウンドブームって言って、うん、あのトイレの耳をあの全部聞こえなくさせて、うん、それで殴って、ナイフで。じゃあ、オー君大好きなスピーディー、スピーギディー、え？スキビディートイレ。スキビディートイレ歌ってください。せーの、ワン、ツー、スリー、はい。ドゥルルスキビディドットドビエスです。スキビディドブドゥニー、ニー、スキビディドットドビエスです。スキビディドブドゥニー、ニー。ありがとうございます。パパもエリザベスイリーガータッ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 。囚われた屈辱はそこましか知りません。いやいや、それは冗談だけど。はい、そんなもんです。はい、姫ちゃん歌どうぞ。ジョジョ、うん、サムです。タッタッタラタッタッタラタッタッタッタラタ。ありがとうございます。頑張ったね、みんな。じゃあもうあの、まず賞をね、あげましょう。賞、あ、そういうことね。何々賞みたいな。色塗るの頑張ったでしょう。俺俺、もう僕だな。ああ、そうか、私も頑張ってみよう。俺なんだ。忠実、次、忠実に再現できているでしょう。姫ちゃんだな。張りませんでしょ。じゃあ貧乏ちゃまでしょう。はいはい、途中切れちゃった、ごめん。SD カード、はい、ビンボッチャマでしょ、ギャハハって言って。それぐらい終わったかな。はい、ビンボッチャマでしょはパパでした。あ、大変だったね。この人形すごいよね、可動域があるって。うん、ちゃんと踊れるよ、ね、サメスリリエカ。姫ちゃんこういうの大好きでしょ、うん、あ、姫ちゃん足元も再現されてる、もしかしなくて。わわ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 、学生だからローファー履いてるよ。ほんとだ、これすっげえ。俺もさ、これスーツの、ね、靴。そう、だからオー君はあの塗るの頑張ったでしょう、だから。ね、あー、 50m アタック。おい、えがちゃん、えがちゃん、なに。うん、キューンってなって上半身裸で。あーあー、黒いタイツで。何言ってんのかと思った。じゃあね、今回はね、言うな。はい、呪いの操り人形に違う、魂抜けた歌教員人形、はい、などをいろいろね、塗りました。ひめちゃん、やっぱそういう、こういうの大好きだね。うん、それ飾っといたら、マジで。うん、あそこに飾る。いいね。俺は捨ててもいいから、下手だから。いえいえ、パパ、パパ絶対残してよ。パパ一番の行き先じゃん。ね。腕以外。二人ともどうでしたか、楽しかったですか。とっても楽しい、こういう系毎日やりたい。マジか。まったねー、バイバーイ。ベルトルト使ってみてね。あ、呪われる、ウォーズマン。にっこり姫
同じ顔の姫ちゃんが2人ずついるよ。1人しかいない姫ちゃんを当ててね。いくよ、スタート。終了。正解はみんな分かったかな？それでは皆さん、ごきげんよう。グッドボタン押してね。この動画も見てね。小さい頃の動画も見てね。見てね。チャンネル登録もよろしくね。